次が見えてきた。最後に別れ、こいつの顔見立ってくれ。中のぞきました。その中の顔、ね、自分の顔なんですよ、ね。イメージしてください。自分の顔です。中に入っての自分です。要は死んでるんです。ね、その時周りの人どうですか。言うてますか。お前、もうお前なんで死んでる。お前大変だわ。言うてます。はい、ありがとうございます。一回こっちの方向いていただいて、はい、どうでした。その自分自身死をイメージした時に周りの人は悲しんでます。どうでしたか。僕16歳の時の話なんですけど、これ未だにね、ふとした時に思い出すんですよ。私の地元にはね、祭りがあるんですよ。だんじりがあって、ね、もうこんなちっちゃい頃からね、大好きで、で私がね16歳で診断入った時に、当時僕もロックンロールが大好きだったから、もう髪の毛こんなんでもヒョウ柄のブーツ履いて革ジャン着てとか、ちょっと一風変わった感じで、うちの町ってもううちのもう町で一番もうなんていうの、当時はもうパリッとしてたっていうか、周りが木ばっかりの中でも黒髪に短髪で、もう秩序もすごいあって、他の自治会からもうちの町見習えって言われるぐらい、もう言うたらむちゃくちゃまともな町だったんで、僕みたいなそういう入り立ちしてたらむっちゃ嫌われるんですよ。で年上の方から正直ほんま明らかに嫌われてるっていうのも感じてたし、分かってたし、もうほんまに疎外感を感じることいっぱいあったんですよ。そんな中で僕の2個上で18歳のリュウジ君っていう先輩がいて、そのリュウジ君はほんまにね、うち僕らの地区でいう公立でいうと一番偏差値のいい学校行っとったんですけど、ほんまにいつっても笑顔でニコニコしてて、でその子もあのパンクバンドやってたんですよ。ほんでヤンキーとも仲いいし、そんな笑顔だから誰とでもコミュニケーションうまいこと言って、誰にでも好かれてるんですよ。その人だけは僕のことめちゃめちゃ可愛がってくれたけどね、僕のこと可愛がってくれたって僕は思ってるだけで、その人から普通したら普通に誰とでも同じように接してくれてる人やったんですよ。でものすごい大事に僕はしてもらってるし、大好きな先輩やって、でねこれねめっちゃニュースにもなって、もう大きな事件だったんですけど、ある日ね、その淀川の河川敷にリュウジ君がデートしてたんですよね。でその時にシンナーチューブに出てきて、そいつがこうハマーの下痢でこう襲いかかってきて、リュウジ君がとっさにその彼女の前にガッて立った時にプサッて開いて、そのままで他界してしまって、でもリュウジ君のその実家の前にある大きな駐車場でね、僕未だにそれも18歳の時のリュウジ君が未だにここに出てくるんですけど、そのものすごい、もうほんま18歳と思えるぐらいね、昔からの友達や青年団や高校の時の高校の友達、バンドの中もいっぱい集まってて、でねこう棺を霊柩して寝てポーンって出るじゃないですか。その前にね、多分その大家さんがね、ちょっと雰囲気作ろうかな思ったんでしょうね。まあ、ちょっとそういう話してる時、不謹慎な話してるけど、生前リュウジがバンドしてた時の曲や、みんな、これを最後にお別れに聞き立ってくれって、ガチャって手、音楽投げたんですよ。ほんだら、まあまあ、もうみんなもう葬式やねんけど、いきなりパンクバンドやから、大家さんはひょっとしてバラードかけたかったかもしれんけど、ダンスンダンスンダンスンって曲がぶっちゃ激しい曲流れながら、ほんならまあ、うんと踊ったら、そのやっぱり自責念にとらわれてる彼女が、もうその曲音で、あ、もう大好きな彼氏がやってたバンドの、その曲が流れたら、もう狂い出して、もうみんなも一緒に歌ったってよって、もう狂い出したんですよ。もうみんなも一緒に歌いなってよ、思い出のね、彼氏。ほんで、まあ、まあ、知らんかったけど、なんか歌おうかな思った瞬間、サビになった瞬間、卑猥な言葉がずっと連呼するサビやったよって言われて、いや、歌えるか、思いながら。けど、そんな中で、やっぱりね、その曲が終わりすぎて、車がバーンって来て、そんな中でね、いざ車が行こうと思ったら、みんなバーンって、おい、リュウジ、リュウジ、もう待ってくれ、リュウジ。
もうお前と喋られへんのか、もう一回飲もうや、ゆうじくんのもう一回歌聞かせてよ、ゆうじくん、もう僕なんかほんま可愛がってもうてたから、ゆうじくんもう一回会いたい、もうほんまね、もう号泣ですよ、もう一回会いたい、ゆうじくん、もう一回や、あんないつもの笑顔で、もう一回俺と、もう一回祭りしようや、ゆうじくん支部長団長するまで、俺、一緒祭りやりたいわ。そうか、もうみんなが、もうみんながもう泣きながらリュウジ君に集まって、もう一回お聞きで喋りそうやなとか言いながらね、まあ、たった18年とかっていうことなんか言えないですよね。その吉田松陰も死ぬ間際にね、10歳であろうが30歳であろうが人生に長いも短いもない、その人間には春夏秋冬の四季がある、それは長い短いんじゃないって言いながらもね、たった18年の人生でね、そんだけの人を集めてみんながそんな死に欲しいんだ、その時に僕16歳ながら思ったんですよ、すごいなこの人。でそれをね、何年後かとにね、いつもふとした時思い出して、この年になっても思い出すんですよ。でその時にこの年になってから思い出したらね、俺はそういう生き方できてるかなって、俺が死んだ時にこんだけみんな泣いてくれんかなとか、こんだけみんなもう考えて喋りたい、もう考えて話聞いたよ、もう考えて話聞いてよ、そんなこと言ってくれんかな、そんな風に思えないんですよね。だから死をイメージしたりとか、間近に大切な人の死を感じることによって、今この瞬間がどんだけ大事か、それをすごく大事に、大事にされてるんです。育むことできるんで、ぜひ、ね、もういやほんまにいい質問だったと思います。ありがとうございます。答えになってたかどうかわかんないですけど、はい、すごい納得されない方ですけど、僕が思ってたようなことと同じことをさ、別の言葉でおっしゃってくれたので、その自信を持ってたというか、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でもそういう言葉来てて私も嬉しいです。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひ、チャンネル登録と、いいねの方で応援の方よろしくお願いいたします。